こんにちは。今回僕が先日フェンダーをペタペタ しすぎてしまったせいで、神々だな指紋だらけになってしまいました。なのでこのフクピカを使って拭き取ろうと思います。なんかつまんないね。実際つく実際落ちるのこれは分かんない。でもこれなんか昔から CM でなんかやってない、フクピカってなんかやってるね。そのなんか上に乗っかってさ、くるくる回ったやついたじゃん、頭で。まあ、いた。そんなシーンもあったですよね。あ、でかい。1枚がでかいね。12枚入りね。うん。で、水なしで洗車と、鳥の糞とかにも効果的なんだね。へぇ。ちょっと拭いてみようか。とりあえず、一番ペタペタしてしまったところから行くんだけども、この辺ちょっとね、ほら、カメラに映ってる通り、すごいでしょ。ちょっと。試しに行きましょうか。ちょっと軽く拭いてみるけど、どうなの、実際消えてんの。お、でも、お、すごい、お、消えてるわ。後から出てきてからしないの。出てこないとは書いてあったけど、お、すごい、こんな感じなんだ。きったね。いや、もうとりあえずドア1枚こう拭いちゃってる。そっち、はい、ドア1枚ヒュッて。あれだね、本当に指紋落ちるね。落ちるんだ。落ちるけど、なんかすごいあれだね、その拭いた時さ、あとは残んないけど、糸、この、ウェットティッシュみたいな、この繊維がすげえ残る。ああ、まあ、それはあるかもしれないね。それ以外は、特に、うん。で、折りたたんで、今度この辺、いきますか。あ、けど、すごい落ちるね。確かに落ちる。俺、ちょうどスマホの、この感じで反射してると、顔にモザイクかかってる。目の部分。あ、指紋とかはしっかり落ちる、本当に。うん。あ、ほら、うん、指紋とか落ちる。繊維残るだけは気になるけど、それ以外は。それ以外はもう完璧ってことだよね。うん、そうだ、完璧って言っていいかわかんないけど。けどあれだね、これ多分汚れすぎてるやつを拭くと多分汚れが伸びちゃったりするから、ほんのちょっと汚れてるぐらい。ああ、これ水使ってないけど傷とかってどうなんかね。見た感じ傷つけを防ぐ特殊シートってここに書いてあるんだよね。まあ、あんま傷ついてるようには見えないけど、濃厚コンパウンドオールカラー対応。黒の車なんかやってみると分かりやすいかもね。ああ、ひどい泥汚れや砂ぼこりのついた上からそのまま使用すると塗装を傷つけるだって、まあまあ、この場合はまず水洗いで落としてから引きずっちゃうからでしょ、傷、砂とかを。ああ、ちょっとの汚れぐらいだったらいいってことなんだね。ちょっとの汚れぐらいだったから。じゃあさ、このぐらいのさ、あのスポイラーとかの汚れってどうなの。これやめた方がいいってこと。あ、けど後残んないのはいいよね、うん、普通だったらこういうの後残っちゃってる。なんだこのオタマジャクシみたいなやつ、その後、それとも分泌液かな。ほら、精子。何言ってるの。え、何これ、何の跡これ、なんで落ちない。塗装のあれじゃない。なんで塗装がこんなになっちゃってんの。日焼け。待って、これ恥ずかしいだろ。なんかのペイントみたいになっちゃってる。サムネこれ精子。うん、でも全然ありだと思う。で、今度こちらお願いしますね。はい、走ってます。あ、これいいよ、普通に。いいんだ。うん、ガラスにはいいんじゃないかな。え、どうせならさ、頭に昨日言われたんだけど、これ中拭いてくんね。ふかふふきふき。文句しか言わねえな、しょうがねえな。さて、じゃあちょっと見ていこうかね。まあ、出来的な感じでは、確かに指紋はね、だいぶ落ちてるし、あれだよね。中はあんまりおすすめできないかな。中ダメ？あんまおすすめできないかな。
中はダメか。ボディ、本当にボディ用で考えちゃう。ボディ用ね、うん。ちなみにお値段いくらでしたっけ？398円ぐらい。あ、そう、セールで。セールぐらい。そんぐらい。でも実際さ、どうなの？これ高いと思わない？だって12枚しか入ってなくて、その金額するんで。そうだね。高いよね。ちょっと高め。高め？あ、わかんない。その相場がわかんないから、ね。その何？それ落として、その白いの。他のメーカーもあるのかな。あるんじゃないかな。あんま俺こういうの使ったことないからわかんない。俺も使わないよ基本的に。あのベイ君がね、100均の使ってたよ一時期。100均ってどうなの？ちゃんと効くの？まああとは残るすごい。ああ。はい。ということで終わりです。あざした。だけ？うん。もう熱だからすぐ乾いちゃうね。汚ね。汚い。すいません。塗膜が剥げちゃいました。どこの塗膜？ここら辺バリバリ引きずって。しょうがなくない？じゃあここコアサポート。コアサポート綺麗だと気分がいいよやっぱり。これ何？やっちゃダメなの？上拭いちゃう。いや別に問題ない。ただ塗膜剥がれちゃうよってこと。だからこういうところに引っかかってね、元から剥がれてるところ。あ、こういうところ？そうそうそう。これが？それしょうがないよ。多少いいよ。ちょっとこの辺とか、まあ、すぐ乾いてるんだよな。はい。こんな感じで。結構汚れてんの。バリバリ剥がれちゃう。元から。この汚れは汚れじゃないけど塗装のあれなの？この黒いの？いや、こっちじゃなくてこっち。これ、ね、これ、これ汚れです。でしょ？これは汚れ。拭いちゃったよその辺も。暑いんですよね。暑いんですよね。それはしょうがないですよね。暑いんですよ。暑い。見た目変わんねえな、あまり。ね、変わんないね。まあ、変わんないのは仕方がねえ話さ。いや、こういうところですかね。うん、ここら辺は。こういうところ。うん、なんとも言えんあれだね。ちなみにこれさっきの鈴木だからね。あ、ちゃんとシャープ1つけておく。シャープ2って。市販品使ってみたシリーズ。シリーズいく？いや、100均のシリーズいった方が面白いんじゃないか今度。100均シリーズ怖いね。お兄さんこっちも、こっちもこっちも。申し訳ないね、俺カメラで忙しいから。畜生め。あ、こんな感じでいけ。いいですね。うん、人気を感じるね。そうだね。RB26 斜め撮りとかみたいな感じで。でもどっから見ても汚いな、やっぱ。汚い。汚いな。